レミーの美味しいレストランは、ピクサーアニメーションスタジオによる、長編アニメーション映画。日本では2007年7月28日より、公開された。2007年11月14日には DVD が、12月5日には、ブルーレイディスクが発売された。現在は、フランス南部の野菜煮込み料理、ラタトゥイユの胃で、主人公のレミーがネズミであることにかけている。本編上映前には、 フィクサーの短編作品であるリフテッドが同時上映された。監督はアイアンジャイアントやミスター・インクレディブルを手掛けたブラッドバード。当初はヤンピンカバが監督を務めたが経験上の懸念から降板。その後監督を引き継いだブラッドバードは公開まで20ヶ月という期間で出来上がっていたキャラクターデザインや脚本を大幅に改訂し完成させた。スタッフは 作品作りのため、フランスへ飛び、レストランの料理を食べ、さらには厨房を見学し、フランス料理の講習も受けた。レミーは今は亡き天才シェフのグストーに憧れて、フランス料理のシェフになることを夢見る、ネズミ。ある嵐の日、レミーは家族と離れ離れになり、一人花のとっ張りにたどり着く。レミーはグストーの幽霊に導かれ、レストラン、グストーへと向かう。レストラン、 グストーでは母の遺言,言に従って店にやってきたばかりの見習いシェフ、リングイニが大事なスープを台無しにしてしまっていた。レミーは思わずスープを作り直してしまうが、リングイニに見つかってしまう。スープは客に提供され、これが好評。スキナー料理長はリングイニを正式に雇うとコレットに指導を命じた。リングイニの髪をレミーが引っ張ることで、 リングイニの体が操作できることがわかると頭にレミーを乗せて料理を作る特訓が始まる。リングイニ自身は目隠ししたままでも料理を作れるようになると二人はパリ一番のシェフを目指すことにした。スキナー料理長は暫定的にレストラン、グストーのオーナーになっており、グストーの名を借りた冷凍食品の販売で人も受けしようと企んでいた。しかし、 リングイニが持っていた紹介状と思われた書類はリングイニの母の手紙でありリングイニが亡くなったグストーの息子であると告げたスキナーはリングイニの髪の毛を手に入れ弁護士に DNA 鑑定を依頼するリングイニが作ったスープは客や料理評論家にも好評でそろそろ別の料理もということになったスキナーはグストーのレシピからリ・ドボアラグストーを リングイニに作らせることにした。しかし、これは、グストー自身が失敗作と評していた料理だった。レシピ通りに作ることを主張するコレットに対し、レミーは独自のアレンジを加えて料理を作り上げてしまう。これがまた大好評になり、リングイニのスペシャルは注文が殺到することになった。一方、DNA 鑑定でもリングイニが本物のグストーの息子と知らされ、 自身の計画が台無しになることを知ったスキナーは、リングイニの母の手紙を引徳しようとしたが、それをレミーが持ち出してしまう。壮絶な追いかけっこの末、手紙はリングイニの元に。遺言通りにリングイニはレストラン、グストーのオーナーに収まり、スキナーは辞めさせられる。コレットとの恋仲も進行。収まらないスキナーはレストランに、 ネズミが出没することを衛生局に密告するが、衛生局の対応は、早ければ3ヶ月後に検査に行くとお役所仕事。評判も上昇中のレストラン、グストに、かつて料理を酷評した、批評家イーゴが訪れ、訪問と批評を予告した。レミーも他の従業員に見つかってしまい退治されそうになり、リングイには正直にこれまでのことを従業員たちに話したが、 誰も信じずに辞めてしまい、落ち込む。レミーは仲間のネズミたちの協力を得て、料理を始める。タイミング悪く検査にやってきた衛生局のルサールに見られてしまったが、すまきにして、食料庫へ閉じ込めることに成功。ちゃんと手を洗い、料理するネズミたちを見てリングイにも、やる気を取り戻し、一人で接客を行った。戻ってきたコレットもネズミたちを見て仰天するが、 料理を手伝うことになった。イーゴへの旬の特別な一と品としてレミーが作ったのはラタトゥイユ。南フランスの野菜煮込み料理、ありふれた家庭料理であった。しかし、一口食べたイーゴの脳裏に自身の幼児期の記憶が添える。素晴らしい味にイーゴも笑みを浮かべた。イーゴはシェフに挨拶を希望する。リングイには客が全員帰ってからならばと応じ、閉店まで待ったイーゴは、 レミーと相対する。イーゴはこれまでの自身の評論姿勢を顧みるとともに、レストラン、グストーを大絶賛する評論を発表した。しかしながら、衛生局の人間にネズミの大量発生が知れたものだから、レストラン、グストーは衛生局命令で閉店。その後、レミーとリングイニとコレットは、新しいビストロの店をオープンし、屋根の上は、 レミーの仲間のネズミたちの住処となった。ーゴは毎日のように来店し、こう注文する。驚かせてくれた前そして店には行列ができ、看板にはララとトゥーヒーと記載されている。太字は受賞した部門 THQ ジャパンより、レミーの美味しいレストラン、プレイステーションに w i 任天堂 d s 用日本語版が2007年8月2日に、プレイステーション3用日本語版が11月22日に発売された。2014年7月6日に、TBS 系列の21時22時48分で地上波発放送された。ありがとうございます。